じゃんじゃじゃーん。めっちゃトイレ。スターバックス。これスタバ行ったら絶対頼んじゃうやつ。めっちゃトイレ。めちゃくちゃトイレ行きたい。ちなみに。まあいいや。いただきます。今日は何の動画って。前回上げた動画がね、みんながあんなにね、共感してくれると思ってなくて、ただの勝手な私の恋愛感を語っただけやったのに、なんかすっごい共感してくれて、恋愛って切ねえなというか悩むもんやなって思いました。思いまして。そう、やっぱ恋愛ってすごい盲目になるやんか。その分やっぱ、この人好きになるべきじゃないって自分でも分かってて、例えばまあセフレを好きになるとか、彼女持ちの人を好きになるとか、好きな人がおるのに好きになるとか、みんなそれぞれ好きになれない理由ってあると思うんやけど、コメント欄を読みながら私もね、すっごい共感をしてました。ちょっとめっちゃお腹すいてけん、食べていい？ファミマの野菜スープ。野菜スープです。私実は引っ越しをすることになったんですよ。この家まで1年も住んでないけど。それこそさ、昨日さ、お家が決まって契約しますってなって、私の実印と印鑑証明書が必要ですって言われて、なんかわからんけど、大分でしか印鑑証明取れんわと思って、印鑑カードをお父さんに送って、大分市って書いてたけん、あ、大分じゃないと取れんのやと思って。で、お父さん実際に取りに行ってくれて、大分市役所に。取れんよって言われて。え、取れんの？みたいな。で、それで昨日、私が住んでる区役所に行って、印鑑証明作りに行ったら、必要な書類が足りんみたいな。私、車持ってるけんさ、自分の車で区役所行ったんですよ。あ、この書類がないですよ、みたいな。大分から転出届を出してたのに、転出出したっきり、転入を出し忘れてて、転出したけん大分では印鑑証明取れんくなったし、転入してないから、今住んでる区でも印鑑証明取れんでなって。だから一回そこの書類が必要ってなって、で、一回取りに帰ってもらわないといけないって言われて。どうせまた一瞬取りに行って戻ってくるから、自分の車で行って戻ってまたなんか駐車場に車を置きに行ってとかめんどくさと思って、もうそういうのはタクシーでいいやと思って、自分の車を置いたまま一回家に取り替える書類のためだけに一回タクシー乗ったよ。でタクシー乗ってもうすぐ家着くよーって、結構家着くよーってなった瞬間に、ちょっと待ってみたいな、あ待って、私家の鍵車の中に置いてきたっていうことに気づいて、家帰れんやんか。だから、あどうしようどうしようと思って、すいません、本当にごめんなさいって言って、もう一回区役所戻っていただいていいですかって言って、でもう一回引き返してもらって、で、家に帰って、結局転入届と印鑑証明の手続きで3、40分待ったんよ。次、そしたら車にさ、携帯忘れてきてしまってさ、もう本当にアホなんですよ、私って。まあいいんですよ、たまには携帯ないね、生活もいいなと思いながら、3、40分ずっと待ち合室で、ぼーっとしながら待って、なんかこうほら、自分がしっかりしていれば、お金も時間も無駄にならなかったものを、私って本当にこういうことが多くて、なんか自分にがっかりするというか、っていう話なんやけど、なんか、みんなのコメント欄を見よった時に、失恋の時を思い出してさ、そもそもみんなさ、大恋愛と大失恋ってしたことある？私は高校の時にもうめちゃくちゃ大好きやった先輩がおって、もう好きのピークの時に振られちゃったから、初めて大失恋をして、すごい苦しかった。で、私は割と、一回人を好きになったら嫌いになれないタイプって言ったんやけど、どっちかというと振られる方が多かったんですよ、今まで。私自身は冷めんから。そうすると毎回失恋するわけやん。でも失恋した時の一番のみんなの共通の悩み、失恋ってどう乗り越えるんですかっていう問題なんですけど、だから私も活的には結構な失恋をね、ちゃんとしっかりしてきたんやけど、未だにわかんない失恋の乗り越え方。やっぱ失恋経験したことない人って最初失恋めちゃくちゃきついと思うんですよ。失恋ってさ、どっからこんな感情生まれてくるんっていう、人が感じたことないめちゃくちゃ苦しい感情が失恋やなって思ってて、なんか表せんやん失恋って。しかも想像以上にしんどいやんか。もうやっぱね、これは人生の経験の一つというか、自分の成長と思って耐え抜くしかないんです。じゃあスタバのバナナバナナバナナボール、ボールじゃない、バナナドーナツ、ずっと気になってた。うまっ。バナナ大好きで、失恋で一番早いのはやっぱり時なんですよ。時間、一番時間が解決させてくれるっていうのは本当本当そう思う。きったね。え、どうやった？メイクしてるけんやだな。失恋ってこんなしんどいんだって思う人もおれば、めっちゃこぼれるね。めちゃくちゃこぼれるね。みんなはさ、失恋した時どうやって乗り越える？まず一番最初に、これよく効果的やったな、忘れるためにって。なんか私が思うのは、まず時間なんですよ。一番有効なんやけど、対処法としては弱いというか、時間がかかるから、時間やから。
すぐに楽になるってわけじゃないけど、本当に一日一日1ミリでも絶対絶対時間って必ず忘れるに近づけさせてくれてると思うから、1週間とにかくもう本当死にたいほどきついかもしれんけど1週間頑張ってみよう。で1週間後に初日よりはちょっと楽になったかも。初日の死にたいって気持ちよりは、まあ、少し辛いなくらいに変わった。そう、初日が多分一番しんどいじゃないですか。ここをマックスで考えた時に時間ってちょっとずつ絶対忘れさせてくれるから、なんかさ、みんなはさ、失恋した時彼との思い出ソングとかわざともっと苦しくなるような歌聞く？辛いからこそ彼氏を思い出すために彼との思い出の曲聞いてって泣く人もおれば、もう別れてしまった、どう頑張っても戻れない状況、多分復縁も無理ってなったら、もうしんどいからもう私は早く吹っ切れよう、早く前向こうの気持ちに切り替えるタイプだよね。もう彼氏が聴きよった歌とか全部消して全く耳に入れないようにします。人って近い記憶は覚えてるけどだんだん忘れてくるやんか。頭の中にやっぱその彼の情報が入ってると絶対忘れられんから、私は SNS を全部ミュートにする。これはあくまであれよ、自分が本当に早く楽になりたくて忘れて楽になりたい時の対処法ですね。彼氏のことめっちゃ気になるやん。新しい彼女できたかな、最近楽しんでるのかな、私とバイバイした後どんな生活を送ってるんやろう。それでじゃあ相手が最近楽しいとか飲み会で女の子との写真を撮ってるとか、全部がまた辛くなるわけ。失恋中に彼氏の情報を知ってしまうとどっちにしても苦しいわけ。彼氏に未練がある間は相手の SNS って自分にとって本当マイナスでしかないから、まあ、だからといってブロック会とかするとまた関係崩れるから、全部ミュートにして一切見ない。そうするとかなり結構吹っ切れるの早いよ。連絡も取らない、 SNS も何も見ない、時間が過ぎていく。だんだんやっぱ彼の記憶が薄くなっていくから、忘れる方法の中では有効的かなって思う。あとはやっぱ連絡を取らないことですね。取りたくてたまらんくなるけど、失恋した時はピークで今がきついけど、結局長い目の自分を考えた時にじわじわ連絡を取り続けるとずっときついんですよ。私はね、相手に恋愛感情がなくなっても本当に情で別れられないタイプで、情を持ちすぎても自分が幸せになれないなって思うから、しかも別れて突然急に来るやんか。昨日まであんだけ仲良くて昨日夜まで一緒に寝てたのに、もう翌日には別れ話、翌日には浮気発覚、一瞬で仲が終わるみたいな。不思議やなと思うのが、恋人ってさ、友達よりも家族よりも近い存在で、もう密接なこういう関係になるのに、喧嘩して別れるってなった瞬間、もう他人以下になるやんか。もう全く一生関わりないみたいな。なんか恋愛ってそこまでなってしまうんだなって、なんかこう何が言いたいか分からんけど、なんか結局 LINE もさ、 SNS を見てなかろうが LINE でいつでも連絡取れる状況になってしまう時点でやっぱ考えちゃうし、吹っ切れにくくなるんよ。まあブロックはしんないけど、それもありっちゃあり。あとあれあれあれもやだ、彼氏をミュートにしたところで彼氏の友達のストーリーとか SNS で彼が出てくるかもしれんやんか。大学の友達もフォローしてました。彼氏はミュートにしたけん出てこんとしても、友達のストーリーにみんなで飲み会でウェイって女の子も含めて楽しんで乾杯している写真が出てきた時ってめっちゃ胸苦しいやんか。それこそそこで彼女がおることを知ってしまうかもしれんし、 SNS はおすすめしません。あとは写真も、私は完全に吹っ切れてツーショットを見ても何の感情もわかんくなったら消します。別れたけんすぐ消さんといけんっていうことでも全然なくて、別れてしんどい辛いの中にさらに自分の手で自分の思い出を消していくっていうのがめちゃくちゃきついやんか。無駄に友達にさ、そういう時って写真消したんとか、もう未練なくなったん、もう吹っ切れたんとかめっちゃ聞かれて、あ、早く吹っ切れなきゃと思って頑張って写真消したりしよったけど、やっぱそっちの方がしんどかったから、完全に相手の気持ちがなくなってから写真は消す。そうなると写真消す時も何とも思わんのよ。彼以上の人に出会える気がしないって多分みんな思うんやけど、恋愛もね、やっぱ経験していかないと、私はこういう人よりこういう人の方が合うんだ、こういう人は苦手なんだとか、で自分が今までの恋愛で反省してきて学んだことを次の恋愛で生かせるチャンスじゃないですか。前回の恋愛よりはいい恋ができると思うし、それは相手もそうで、そんなネガティブに捉えなくてもいいんだなっていうのを思いました。今はしんどいかもしれんけど、じゃあ例えば3年後にもう自分が結婚して子供がおるかもしれないじゃないですか。ってなった時に、その旦那さんといずれは自分結婚することになっているとしたら、やっぱり今の彼と別れないと次の出会いもないし、もちろん結婚もないわけやし、きっとおると思うんですよ。私と同じようにこの人を好きになったとこで自分は幸せになれないとか、もう実際に付き合ってるけどこの人との将来が見えん、先が見えんとか、自分の手で自分を幸せにしてあげることが、まあ、一番の近道じゃないですか。なんか他人に幸せにしてもらいたいじゃなくて、やっぱ自分を幸せにしてあげないと、自分で
ってなった時にこの人じゃないなと思いながらずっと付き合っていくのも本当になんかもったいない、この人に捧げちゃっていいのかなとか思うようになって、だからそういうのもあって私は好きな人を諦めたし、私はこう結構好き好きってなったら結構彼のことで時間をね考えてしまうことが多くって、もう私はね分かりやすくはかどらんくなるんよ。恋愛でうまくいってなかったら仕事に結構支障が出るタイプで、いやそれは良くないなと思って、ね、でもあと失恋した時はやっぱり自分の時間、自分の一人の時間をなるべく少なくする。一人になると絶対彼氏の思い出記憶がいっぱい蘇ってくるから、誰かと会話する時間を増やしたり、どこかに行くとか趣味を作るとか、それもよく聞く言葉かもしれんけど、でも本当にやっぱそうで、予定をいっぱい入れまくる。普段遊ばん友達と遊んでみたり、いろんなとこ行ってみたりとか。別れた後でさ、今まで彼に結構時間を使っていた人ってなおさらしんどい、こうぽっかり穴が開くと思うんですよ。彼氏と週3会ってた、この時間はどこに埋めればいいんやろうとか、土日は必ず彼に当ててたここを土日どうしようとか、またそれはそれで一人の時間が増えることになるから、極力一人の時間を少なくする。楽になる近道だから一人の時間を増やす。もう今日泣いて発散したいって思う日はわざと失恋ソングめっちゃ聞いて、わかるわかるって言ってボロボロ泣くのもありやし、少し前向けるようになったなと思ったら、私は次は明るめの前向きな曲とかを聴いて、私たちの青春が西野カナちゃんやったからいいよね。あの Believe I believe いつか全てがいい思い出だと言えるくらい素敵な大人になるから。いやこの曲めっちゃいいいろいろあると思うんですけど、やっぱね、誰からも裏切られず自分を幸せにできるのはやっぱ自分しかいないから、言っても相手は他人やからさ、裏切られる可能性だってあるじゃないですか。だからやっぱ自分を信じてあげるというか、自分を自分で幸せになるが一番まあ近道かなって最近思います。もう分かるよ、失恋の気持ちがめっちゃ分かるからさ、めちゃくちゃしんどいからこそ前を向いて頑張っていこうみたいな。だからなおさら私は本当に相手の人柄とか人間性とか、だから自分を誰だけ大切にしてくれて肯定感を上げてくれて、やっぱね大切にしてくれるかっていうのがすっごい大事やなって思ったんですよ。いろんな経験をしてきて、ただ優しいだけじゃなくて、人って本当思いやりと愛が一番大事かなって私は思うから、気遣いとか思いやりとかそういう人と出会えたらなって思っております。今辛い人よしよし、辛かった辛かった、わかるわかる、私も本当にわかるから、その気持ちが辛いと思うけどさ、時間だから、もうまずは時間、少しずつ人生のね成長していけたらなって私も思うから、今は20代やけど30代40代いろんな経験をしてって、私はこうなんかすっごいいろんな経験を積んだ重たい人間になりたいんですよ。今自分がめっちゃ軽いと思うして、今自分は知識もない経験もない軽い人やなというのが、だんだんこう知識経験いろんなものを積み重なっていって、熱い硬い人間になっていきたいっていう、なんか私のイメージがあるから、なんかそうするためにはやっぱ経験とか、いいことも悪いことも経験が必要かなと思うから、で経験すると相手のね痛い気持ちとか相手の気持ちが分かるから、経験するとだから私は経験という言葉は結構大事にしておりまして、だからみんな大丈夫です、一緒に頑張っていきましょう。ということで、私 Twitter、Instagram、TikTok、We are my partner フォローよろしくお願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。